プレノールは天然に生成するアルコールである。IUPAC 名はサンメチルマイナス二テンマイナス一オールという。最も単純なテルペンの一つで無色透明の精油であり、水には適度に溶け、ほとんどの有機溶媒と任意の割合で混ざる。果物のような香りを持ち、香水に使われることもある。天然には柑橘類、クランベリー、コケモモ、すぐり、ぶどう、 ラズベリー、ブラックベリー、トマト、生白パン、ホップ油、コーヒー、キイチゴ、クラウドベリー、パッションフルーツ等に含まれる。また、ドイツのバスフや日本のクラレによって、医薬品や工業の中間体として、工業生産されている。2001年の世界全体での生産量は6000トンから13000トンであった。プレノールは、工業的には、 ホルムアルデヒドとイソブテンを反応させ、得られたイソプレノールを異性化することで生産される。プレノールは次の一般式で表されるイソプレノイドアルコールの構成単位となる。繰り返される C5H8 単位はイソプレンと呼ばれ、このような構造の化合物はイソプレノールと呼ばれることもあるが、プレノールの異性体であるイソプレノールとは別のものである。 最も単純なイソプレノイドアルコールはゲラニオールで、あり、ファルネソール、ゲラニルゲラニオールと続く。アルコールと結合する、イソプレン単位が飽和されたものは、ドリコールと呼ばれる。ドリコールは、多糖合成の際に糖を運搬する。細胞膜の防御、細胞タンパク質の安定化、免疫系の維持にも重要な役割を果たす。プレノールは、 少なくとも5単位以上ある時には脱水反応によって重合し、重合体はポリプレノールと呼ばれる。ポリプレノールは100単位程度まで大きくなれる。調査のイソプレノイドアルコールはテルペノールとも呼ばれ、タンパク質、カロテノイド、使用性のビタミン A、ビタミン E、ビタミン K 等のアシル化に重要な役割を果たす。ポリプレノールは細胞代謝においても重要である。 摂取されたポリプレノールは肝臓でドリコールに代謝されドリコールリン酸回路に入る。ポリプレノールの薬理活性は慢性炎症性や腫瘍等によってドリコールが欠乏するのを補う効果に由来する。生きた新葉樹の葉はポリプレノールを最も多く含み広く供給源となっている。ありがとうございます。